こんにちは高野です今回は日本人ピアニストのピアノトリオのアルバムをご紹介したいと思います。「サラームサラーム」というタイトルのアルバムですね。ピアニスト本田武博のアルバムでございます。レーベルはイーストウィンド。で、録音された日がですね、1974年の6月16日ですね。で、ベースがジョニー・ブース。で、ドラムスがエリック・クラバットというですね。 編成なんですけどもこの2人はですねあのプーさん菊池正文がアメリカにずっといてそれで一時帰国した際ね帰国公演をする際にアメリカから連れてきたリズムセクション2人なんですねでその2人とピアノトリオを組んで,で日本のスタジオで録音されたのがこの「サラームサラーム」なんですけれどもね素晴らしいですこれぶっ飛びましたねもう私ね大学時代はですねジャズ圏にフュージョン好き一派と で我々のようなアコースティックジャズ好き一派っていうのは別に喧嘩してるわけじゃないんですけどなんか微妙ななんか対立してるわけじゃないんですけど微妙なグループみたいなのがあってですね二大派閥みたいなのがありましてです、ね、派閥っていうほどでもないんですけれどもねで我々からしてみればあのフュージョンがすごい ダサいなと思ってたんですね <laughs>。で、もちろんかっこいいフュージョンもいっぱいあるんですけど、我々ダサいなと思っているフュージョンって、いわゆる日本のフュージョンがね、なんかあと、あ例えばボブ・ジェームズみたいなフュージョンとかね、あのそういうなんか金太郎飴的な、なんかダサオシャレな音楽、すごくなんかかっこ悪いなと思って、あ好きな人ごめんなさいね <laughs>。で、その中でね、であの我々が、 そういうフュージョン好きを揶揄する俳句を作ってですね、俳句じゃないな、季語がないからね。<laughs> だけど、まあ、一生懸命ですね、あの、ベースはちょっぱん、ペン、ペってやって、ドラムはつくちー、つくちー、つくちーって16ビート叩いてですね、それで、リターがシャカシャカ、シャワカシャカ、ワカシャカってやってて、キーボードがピラリラ、ピラララってやってるのが、なんかすごくですね、 なんか、赤抜けない都会人みたいな感じに覚えちゃってですね、<laughs> 我々からしてみればね。だったらもっと、あの、ファラオ・サンダースとか、アーチー・シェップの方がかっこいいじゃねえか、みたいな、アート・アンサブルー・シカゴ、最高みたいな、そっちの方が一見かっこ悪そうで、実は深い部分でかっこいいんだぞ、みたいなような感じだった、我々からしてみるとね、そういう。 あのフュージョン好きな人のことをですねあの短歌であ俳句で「カシオペアマルタナベサダネイティブさんとかってよん言っていやあのちょっと小バカにしていたことがあるんですよね「カシオペアマルタナベサダネイティブさんってねでその最後の「ネイティブさんっ,、ね、<laughs> っていうフュージョングループねもう今聞けばやっぱすげえなと思うんですけど当時はちょっとね ごめんななさいね、好きな人はね。好き人は当時のやっぱりドハードバップとかドフリージャズに染まっていたちょっととんがってたっていうかねちょっと突っ張ってた我々からしてみればなんて軟弱でふにゃちんな音楽なんだってずっと思っていたわけですよ。で まあネイティブさんはそうでもなかったね。まあカシオペアとかね、スクエアとかね、なんか本当バカの人つ覚めに、タララララタラ、タラララなんて弾いて気持ちよさそうに弾いてる連中みたいな、パチンコ屋かよお前らとかって思ってたら、好きな人すいません本当にねで。そう思っていたネイティブさんのキーボーディストが本田武宏だったので、実は私、そっちの方から聞いているので、本田武宏というピアニストとかキーボーディストとか鍵盤奏者は、あまり、 意識してなかったというか、フュージョンの人じゃなと思ってたんですね。ところがですね、これ聞いてぶっ飛びました。ごめんなさいでしたーって、本当ね、秀俊って謝りたいぐらいですこの人のピアノ力、並大抵じゃねえわって、ネイティブさんから入っちゃったから、そういう変な先入観を植え付けられてたんだなと思って、この人のピアノ力、並大抵じゃねえわって。 打ちのめしてくれたですね、アルバムはこのサラームサラームなんですね。もうとにかくすごいもうバリ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 、熱い熱い、引きまくり引きまくり、もう許してください、ごめんなさいって感じですね。 まあネタ元というかねその音楽の枠組みみたいなものはマッコイ・タイナーなんですよ一言言ってモードジャズなんですよでモードジャズのマッコイ・タイナー的アプローチのモードジャズではあるんですよでまあ本人も何かのインタビューで答えてはいたんですけれどもやっぱり「サラム・サラム」って曲あるんですねこの「スワヒリ語」で平和って意味でそのタイトルつけたのが渡辺貞男だそうなんですけどもこの「サラム・サラム」っていう曲の前半部分出だしとかは「 ダララーブランドを参考にしたそうなんですねでやっぱ言われてみればダラーブランドのアフリカンピアノを彷彿させるようなところもありだからやっぱりネタ元というかですねそういうオリジナルなそういう枠組みみたいなものはやっぱりダラーブランドだったりマッコイ・タイナーだったりこの打鍵の強いピアニストたちが生み出した奏法みたいなアプローチみたいな考え方みたいなのを取り入れてはいるんですけれどもだからまあ本田武裕オリジナルの発想というよりはもう当時 アメリカでまあ流行っていたかどうかは分かりませんけれども、まあ、新主流派だったりとかそういう時代はもうハードバップ突き抜けモードになっていた時代のジャズを日本人の本田武宏が昇華するとこんなパワーアップしてしまったのかいみたいな感じのピアノなんですよ。これ多分ね、真っこいたいなあの 「ああフライ・ウィザ・ウィンドウ」いや違うなもっと熱いサハラって私当時好きで聴き狂ってたんですけれどもねあのサハラの熱いピアノを凌駕するぐらいなんじゃないかなって思わせるぐらいのですねもうとんでもなくですねもう弾きまくりのもう熱いぜ荒いぜってその荒さがまたいいんですけれどもねもう。 猛然とですねピアノに挑みかかっているようなね,ですねピアノ本当にすごいピアノ弾いてるんですよねだもしコルトレーンが生きていたらこのリズムセクションをバックにぜひインプレッションズ吹いてほしいなと思ったぐらいですね。 でこれぐらいどう猛なピアノを弾く人がもしいたらですねつまりマッコイの、まあ、マッコイもすごいんですけれども、まあ、マッコイの,このワンパターンダンチャンジャンチャンってモードピアノのタカ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 ,タカ,タカペンタトニックア,あのアドリブをもう少し発展させたこの本田武弘的なですごくあのリズム感もすごく。 突き進んででいいくようなな感じじゃないですか。こういうピアニストと共演しているのはもしかしたらですねアリス・コルトレーンをピアニストにしなくてでもしかしたらラシッダ・リオドラマーにしないでそのままエルヴィンと本田竹裕とジミー・ギャリソンでコルトレーン・カルテってやってたらもっとシャープでスマートでなモード・ジャズの路線を突き進んでいたんじゃないかななんて勝手に妄想してしまうぐらいですね本田竹裕の。 ピアノ、めっちゃすごいので、ぜひ聴いてください。没賀の境地になっちゃいますよ。聴き進んでいくうちに、まだ弾くか、まだ弾くか、まだ弾きまくるか、うん、もっと弾け、気持ちいい、みたいな感じですね。もう、それこそ本当にもう、空ーガーですね。仮面ライダークーガーもう私好きなんですけど、空ーーの我が空っぽになるって書いて空ーガーですね。あの仮面ライダークーガーの,あの最終回から2話目だったかな。 最終回のタイトルが「スケだったからにあれですね最終回は1話前ですね空が「空の我」ってかっこいいタイトルのねあの最終回から2話前があるんですけれどもまさに「我」が空になるって感じでまあ私がアルバイトをしていたジャズ喫茶のマスターは、まあ、そういう状態のことをもっとね、まあ、哲学の本いっぱい読んでた方なんで、ね、もっとかっこよくね主体の喪失って言ってましたけどね主体が喪失つまり 音楽を聴いていても音楽に没入してしまってもう自分がないみたいな音楽と一体化してしまってですね同化してしまってあれ俺どこにいたんだっけみたいな我に帰るみたいな演奏が終わるとそういう没我の状態みたいなそういうまあ死体の喪失でも仮面ライダークウガでもどっちでもいいんですけどまあそういう状態に。 もう軽く落とし込びっくらこきまくりって感じですね。なのでまあ結構ね意外と私日本人のピアニストにそういうやっぱりリズム感とかそういうのあるのかなアプローチとかもちろんアメリカ仕込みのものなんですけど。 発想とかねあの考え方とか奏法とかは、まあ、全て日本人が発明したものではないんですけれどもだから太平洋を越えて日本にやってきたそのジャズという手法を日本人がもう吸収して学んで表現して出す表現の中では私ね例えばあの幻の「モカンボセッション」に入ってるねあの森安翔太郎の「の I want to be happy」のピアノなんかもねほとんどバド・パウエルなんですけども。 なんかね、もちろんバド・パウエルもすごいんですけど森保祥太郎の,そのパウエルアプローチ聞いてたらもうクーガになっちゃいましたねあとはそうだねあ山下洋介山下洋介の「クレイ」ってアルバムあるじゃないですかドイツのジャズフェスティバルかなんかでこう演奏されたライブ録音クレイもねあれは恐ろしい音楽あれ聞いた時もほんと鳥肌立ってですねクーガになっちゃいましたよ。 それと同じじぐらいの衝撃感じましたね最初聴いた時はねこの本田武裕の「サラムサラム」はねもう鳥肌ものクー仮面ライダークーガな感じになってしまいましたけれどもまあそういうピアニストを、まあ、たまたま森保翔太郎山下洋介あとね本田武裕ってあげましたけどあと 菊池正文とかねさっきちょっと言いましたけどねプーさんのピアノとかもなんか時間をとろけさすみたいな時間を溶かしちゃうようなピアノ表現があったりとかもしてそう菊池プーさんのアルバムでも私ミステリオソとか、ね、ゲイリー・ピコックとか、ね、ポール・モちゃんとやっているねテザード・ムーンのトリオなんかでもまた別な意味での空眼になっちゃうこともあったりもするのでやっぱあとそうそう。 最近だと菅大道さんとかね坂本龍馬の拳銃とかもやっぱりねいいんだよね。日本人ピアニストのジャズ表現ってやっぱ本場と何か違うあの手法は本場なんですけれどもやってる内容はでもね日本人が作るめ飯の方がうまいみたいな日本人が作るフランス料理の方がうまいみたいななんかそういうのはあるのかもしれないけどやっぱり。 あのこっちの空気吸って生きてるので私は日本の空気ねだから日本人の表現の,あのアメリカ仕込みの表現がなんかこっちに迫ってくるものあるんだよねだからそれは何なのかって時々ふと考えるんですけどもまあちょっとよく分かんないですはっきり言って、まあ、リズム感の違いなんじゃないかなっていうのはすごく思いますけれどもねまあその。 そういうように感じさせるピアニストの一人だということを私はこのサラームサラームであの認識しましたね。本だったけど過ごしてネイティブさんカシオペアマルタナベサダなんて言ってる場合じゃないぞなんて思いました。まあナベサダはあのフォビートやってるナベサダ好きですよ。よもちろんね。まあ まあ、あくまでそういう言葉遊びのダジャレでねカシオペアマルタナベサダネイティブさんって言ってただけなので、まあ、別に全く嫌いってわけじゃなくて、まあ、彼らの音楽はとっても本当に素晴らしいと思いますまあちょっとフォローしているより言い訳っぽい感じではあるんですけどただそういうのを、あのー、好きそうな,なんかこうポロシャツ着てあの血のパン履いているなんか小綺麗なシティーボーイが。 ちょっっととダサいなと思ってるだけです音楽に罪はないんです音楽好きそうな人たちだけがねなんか当時はね今は別に何と思ってませんよでも当時はそういう同学年自分同年齢同世代っていうかそれよりもうちょっとあの3歳4歳5歳ぐらい年上の人たちまあバブルを享受している社会人ぐらいな感じですかねその頃私まだ学生 でしたからそれかまあローニン人してたぐらいですかねだから本当バブル経済をこうバッをしているねこう丸いでボーナスでなんかいろいろスーツとかいろいろバッグとか買ってるようなちょっとねバブルを謳歌しているちょっと小金持ちチックな人たちがねなんか一番なんかかっこ悪いなって私思うあこれもし聞いている人ごめんなさいそういうバブルを謳歌していた社会人20代30代の頃ね。<laughs> そういうのを私味わうちょっと一歩手前の世代だった一歩後の世代の人だったんでねまあどうでもいいんですけどまあ「サラムサラム」はねとっても素晴らしいのでもし こんな人はあんまいないと思いますけどね私と同じように「本田だけよネイティブさんじゃん!」なんて言ってる人はですねぜひですねこの「サラムサラム」聞いてびっくらこいてください「えマッコイタイナーのマネじゃん!」なんて言ってる人もぜひ聞いてみてくださいあなんか本場声みたいなもの私の中ではしてるんですよね「サラムサラム」これはね時々聞くとすごく気合が入るというか喝が入りますねということであの未調の方にはぜひおすすめしたい音源でございました 本田武イーストウィンドレベルから出ている「サラームサラーム」ぜひお気きになってください。ということでまた別の動画でお会いいたしましょう。さようなら。バイバイイ